皆さんこんこににちは気になるニュースです今回は11月の9日までのニュースから3点ピックアップしました。1つは日本原電の敦賀2号機の再稼働審査について2つ目は伊方3号機の仮処分決定について3つ目は福島での汚染状況についてです。 では早速画面を共有しながら進めていきたいと思います。まず最初はこの鶴が2号機の話です。減、えー、電は申請を取り下げた方がいいというような更た委員長の発言が引用された見出しになっております。データの書き換え等で,です、ねまあ、審査会合及びその後の記者会見で 受けた委員長の発言が引用されていますもう少し引用を追ってみますと、検査に入ってもなかなか満足な状態にならないとかですね、審査の過程の議論に疑義があったのだから、一回仕切り直した方がいいというふうなことを述べたというふうになっています。この検査に入ってもというのはですね、データの書き換えが分かってですね、 それで規制委員会が日本原電の本社にこの間2回ほど検査に入っていますそれでもなかなか満足な状態として出てこないというようなことを、まあ、やや苛立っていっているわけですねまた毎日新聞はですね、うん、同じくこの11月3日にこの審査のことを報じていてですね チーム維持無駄といいう,うな表現を込み出しをしていますその表現を引用したところを拾い出してくると審査が続いている以上審査チームを維持し続けることになると <laughs> これが資源の無駄遣いだというふうな言って強調したということを書いています <laughs> 非常に強い表現になっているわけですね でこれは、えー、規制委員会にです、ね、審査を取り下げるという、命じる取り下げを命じる権限がないということから、こういう、まあ、苛らだった、あるいは非常に強い表現になって、えーまあ、取り下げを勧告しているとでも言うんですかね、えー、そんなようなことになっているわけですで。少し振り返ってみますと 2006年に当時は SS と言っていましたけれどもこの地震動の SS を評価する方法が変わりましてバックチェックが行われました <laughs> その段階でこの鶴岡発電所の敷地内を通る、まあ、裏底断層の活動性が非常に大きな議論になって 現電はそれを否定しているわけなんですけれども現地調査が行われたりして議論が続いていたわけです。で2011年の3月のその福島原発事故を受けて新しい規制委員会ができ耐震の審査基準 ガイドラインというのができて、まあ、それに基づいて審査が行われてきているわけですけれどもおこのお規制委員会はあその原年の現地調査に入ってですね裏底断層ならびにそこから分岐している断層についていずれも活断層であるということをお判断をしております、まあ、その段階で、えー、あその2号機 は動かすことができないんですけれども、日本原電はこれを否定してですね、それで再稼働申請を行ったということです。そして2020年にこの審査の過程でですね、実はその当初申請したデータを勝手に書き換えていたということが分かった。 80箇所を無断で書き換え55か所は減点に有利なような書き換えになっており18箇所は未固結の岩を固結しているというふうに活断層を否定する活動性を否定するためにそんなふうに勝手に書き換えているということで審査が中断し検査に入りということでそして今回の発言になったというふうな経過です。 さて、次のニュースは、ですいかた3号機運転差し止め認めずということで、広島地裁の仮処分決定がニュースになっております。えー、仮処分で、まあ、否定する決定をしたわけですね、えー、広島県、愛媛県の住民7人が、まあ、仮処分申請したと、そしてその新人の中では、原発の耐震安全性が争点になりました。 で四国電力は基準地震動を650ガルというふうに定め、まあ、規制委員会もそれを認めたわけなんですけれども、住民側は過去の地震観測データ、強震動地震の観測データと比較して、これではあまりにも低すぎると、過小だというふうに主張して、群、まあ、発の運転差し止めの仮処分を申請したわけですね。 の決定ではです。えー、ね、えー、の地震の観測地点ごとに異なる特性を考慮せずに、まあ、要するに地震というのは観測地点ごとにこの異なる、うん、だと、その特性を考慮せずに比較しても基準地震動を上回る規制厳正があるというふうには言えないというふうにまあ,あ判断したというふうなことが書かれています。また。 えー、朝日新聞は同じ11月5日にですね、えー、やっぱり、えー、言い方原発差し止めを認めずということで、えー、その中にですねどういうことが書いてあるかというと、えー、その決定ではですね基準地震動を上回る危険性は住民側が証明する必要があるというふうなことあるいは本訴の判決を待つ時間もなく差し止まっている。 事故が差し止まっているということを証明する必要があると証明をですね住民側に求めるというふうな決定になっています非常にあのこれまでとは根本的に違う、えー、非常におかしなあの決定だと思いますがまあそれについては後で 原告団のの声明の中で見ていいいきたいと思いますそして、えー、記事はですね、えー、住民側は広島高裁に即時抗告する方針だというふうに伝えています。えー、同じく11月5日の毎日新聞では、 まあ、具体的危険性なしということで書いてあるんですけど中にこれまでの仮処分をめぐる司法判断のが、まあ、一覧になっていたのでそれを、まあ、これをクローズアップしておきました17年12月に広島高裁が住民側の訴えを認めて立地不適というふうに判断したと。 いう仮処分決定が行われました <laughs> これによって、まあ、原発が止まることになったわけなんですけれども、まあ、この時は巨大噴火というのがによる火砕流到達の可能性を,を認めたわけですね。でそれに対して四電が行った異議審では、えー、これは否定されて、えーえー まあ、住民側が負けるということになりました。さらに別の仮処分で 2020, 2020, 年2020年1月に広島高裁が今度は地震動活断層の活動性があるこれ <laughs> とこれはあの大断層の枝分かれ断層分岐断層ですかね 2キロのところにある断,断層に活動性がある可能性が否定できないとかですねあるいはその破局噴火に至らなくても、えー、四国電力のこの高架火災物の厚さには問題があるんだということで、えー、住民が、えーえー、かつ要するに運転させための仮処分決定を行うと。 まあこれに対してまた、異議審ではですね、今年3月に出たんですけれども、住民が負けるというふうな結果になって、勝ち負け、勝ち負けときていて、今回、広島の地裁で、まあ、住民の訴えが退けられ,られ、えー、交際へ行くということの経過になっています。弁護団声明ではですね、11月4日に出ているんですが、えー、少しそれを見ていきますと、その、 えー、審査基準の合理性及びその適用に過後欠落がないかを裁判所が自己的に判断することは無理であると、まあ、こういうふうに決定では述べているんですけれどもこれは原発について司法がその安全性を判断することを放棄したものであって到底容認できないというふうに弁護団は言っております。また <laughs> 伊方原発訴訟最高裁判決、これはまあ行政訴訟だったわけですが、その行政訴訟の判決の判断は、民事訴訟には適用しないんだというふうなことをまあ言っているけれども、そんなような判断をすれば行政、行政訴訟についても、その判断が不能となるはずなのに、まああ、行政訴訟の方はその判断の仕方を認めて、えー、民事訴訟では認めない、これは矛盾しているではないか。 3つ目はですね、伊、ま、方、あ、原発の基準地震度6 5 5ゴールというのは、あまりにも低すぎるというふうに主張したわけなんですけれども、それに対してですね、先ほども言いましたように、えー、それぞれの地震についての震源特性、電波特性、えー、増幅特性を詳細に調べて補正し、比較しなければならないんだと、それやってないと。 でまあ、そ,そしてそれを住民側に求めているわけですね。で、そんなことを住民に求めても不可能であって、不可能なことを住民に押し付けるものであって、うん、当然容認できないというふうに言っているわけです。でしかも、四国電力でさえ、そんなような政策をやってないじゃないかと、なんで裁判所がそれを求めるんかというふうに批判をしています。 で、えー、弁護団声明は最後にですね、えー、常識に基づいた分かりやすい問題提起をして、えー、判断を求めたにもかかわらず裁判所はあいたずらに複雑な科学技術論争を持ち込み一派あ一致繁華な理由で我々の主張を退けたと誠に不当な決定であるというふうに今述べています。まあ、最高裁で 交際の方でですね、どのような判断が下されるのか注目していきたいというふうに思います。3点目は、これはあの11月8日、東京新聞3115生きるということで、こちら原発取材班、時々こういう大きな記事を載せていますが、今回11月8日の記事はですね、山の恵み、汚染は今ということで、渓流後とキノコの 汚染についての測定データを詳しく載せていましたので <laughs>、まあ、あのここに取り上げてみました。でこの紫色のところは基幹困難区域なんですけれどもそこでの,その河川に住むイワナヤマメなどの渓流が軒並みその、まあ、100ベクルルっていうのが基準ですけれどもそれを 超えるその汚染が検出されているということが記事になってデータも出ていますので、まあ、あの関心のあることは見ておいてください時間がないのでこの大垣ダム下というところのデータだけを見ますとです、ね、イワナの筋肉のところ筋肉身の方ですねこれで言いますと最高で1万994ベクレル1キログラムあたりあったと いうことです内臓の部分は7,778ベクレルというふうなことを検出されております。えー、そこの砂の部分、これも測定していて最高で4,995ベクレルだというふうになっています。えー、そしてこの激しく汚染されている基幹困難区域以外の軌道側というのが流れているんですけども。 この黄色側のところではですね、す、え、で、ー、に、まあ、自己投資は別として、現在はあ不検出になっているんだと、まあ。アユはちょっと内臓の部分で検出されているんですが、これはアユは成長するとあの、えー、と苔を食べますので、まあ、あそれによる汚染があ出てきているんだろうというふうに思いますが、まあ、そんなふうにはっきりと。 分かれているような状態になっていることがデータから示されます。またあのこれ飯舘村なんですけれどもこの辺も比較的強く汚染されたところですが、まあ基幹困難からはちょっと外れているんだけれども、そこのこのキノコ類ですねに高い汚染が検出されているということです。特に高いのはコウタケ。 通称あのイノハナダケとか言っていて非常においしいらしいんですけれどもこれは1キロあたり1万7120ベクレル現在もそこもそんなぐらいあるということですそれの育っている土の方も測っていましてその土は9万5364ベクレルだったいうということでしたそんなようなことが記事になっているんですけれどもまあこうしてみるとですね 未だにその、えー、福島原発事故による汚染の深刻さというのが伝わってくるというふうに思います以上で、えー、気になるニュースを終わりますご静聴ありがとうございました